どうも、笑いの大学上校の高間響です。はい、月曜劇団の上原弘です。はい、笑いの大学次回作はですね、上原さんも出演していただいてるんですけれども、はい、京都芸術センター高プログラム A とですね、あの京都のですね、あの京都芸術センター元明理小学校というところのがすぐ全面的にバックアップというか共同主催、はい、客に口出しまでしてくるとですね、そうですね、金も口も出すっていう、あの、まあ、金も出さない口を出すだったら最後なんですけども、金は出してくれるいやないかそこはそういう企画でございますですね、はい、やるんですけども、今までいろんな時事ネタをやってきた笑いの内閣、はい、ね、ですけども、今回はなんと17世紀フランスが舞台でございます。はい、1665年12月15日、はい、ルイ14世、ルイ14世の寵愛を受けたフランスの喜劇作家モリエールという人の、はい、モリエールという人の作品をやるのではなく、モリエールが出てくる話をやるってですね、はい、あのそろそろ古典をやったら、古典をやると評価がされるよみたいなね、関係に乗ってやったんです。誰にそそのがされたんですか。前田ルカとかそんなで、モリエールに言ったんですけども、はい、まあ、モリエールの作品をやるんじゃなく、モリエールが出てくる話をやるっていうのは、それは古典をやるというふうに言えるのかっていう。違いますね。違いますね、はい、シェイクスピアやるっていう、声を打ったシェイクスピアをやるようなものなんですけども、はい、はい、まあ、でもモリエールのセリフを脚本のね、いっぱい引用しておりまして、はい、まあ、この古典でもですね、結構面白いんですよ、モリエールという人は、はい、でフランスの喜劇作家で風刺、皮肉が効いた風刺とかいっぱいしてましたりですね、政治家に気に入られたりですね、敵対者とかね、反論しまくったりとかですね、お腹せが悪かったりですね、芝の前座を自分でしたりとかですね、はい、劇団員もみんなキャラ立ちしていて、もうちょっと僕が他人とは思えないなというようなモリエールさんのですね、はい、話をやりたいなと思いまして、上演する予定でございます。はい、ヒロさんは、モリエールの愛人の夫というですね、めっちゃややこしいやつですよ。妻がモリエールと不倫してるのに何も言えないという役をやっていただきますけれども、はい、予約割という当日生産でいくと、当日より200円引きで買えますので、はい、ぜひ予約していただけたらな。そして、京都公演は10月31日から11月4日京都芸術センターですけども、はい、東京公演は11月21日から25日に、駒場アゴラ劇場でですね、平田織田というおばさんみたいなおじさん、みんなね、顔しゃぶさん、そう、悪口言わない、微妙な、その劇場でやる予定でございまして、こちらは11月7日までにご予約いただくとお得になるというところになりますので、東京の関東の方もぜひね、アゴラで、見に来ていただけたらと思っております。トークゲストもですね、いろいろ決まっておりましてですね、京都は京都ですね、演劇会の京都演劇会のばっかりですね、はい、向坂達也くんとかですね、はい、和田長良さん、はい、佐々木安子さん、はい、神田松くんと藤井聡太郎くん、全然知らない人ばかりですけど、はい、ぶった切りのベティさんですね、はいはいはい、いつも学者や政治家を呼んでいる笑いの内閣がなんと演劇人ばっかり呼んでるんですね、はい、しかもなんかすごい有名な人はスケジュールが忙しくてですね、そうなんですよ、和田さん以外あんまり有名じゃない人がばっかり、東京公演もね、東京公演はね、もうちょっと発表しますけど、おっていう人が呼んでございますから、はいはいはい、京都で大きな愛人みたいな、その悪口しちゃダメです。はい、そういうわけで、ぜひね、見に来ていただけたと思っております。はい、そこまで言わんでモリエール、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。